皆さんこんにちは、黒猫のミヤです。白猫のマオだよ。野良猫勉強会へようこそ。今回の動画は中学受験の社会の単元別の一問一答になります。中国四国地方に関する問題をクイズ形式で読み上げます。画面を見ながら一緒に考えてもいいし、ラジオ感覚で聞き流して覚えることもできるよ。それでは早速始めましょう。中国四国地方第1問、中国山地の北側の地方を何と言いますか？答えは山陰地方です。第2問、鳥取県にある中国地方で最も高い山を何と言いますか？答えは大山です。第3問、山口県の秋吉台で見られる石灰岩でできた地形を何と言いますか？答えはカリスト地形です。第4問、四国三郎と呼ばれた徳島県を流れる川を何と言いますか？答えは吉野川です。第5問、太田川の河口付近に見られる土砂が積もってできた地形を何と言いますか？答えは三角州です。第6問、鳥取砂丘の灌漑に用いられている施設を何と言いますか？答えはスプリンクラーです。第7問、岡山県にある日本三大干拓地の一つを何と言いますか？答えは小島湾です。第8問、広島湾で特に盛んに養殖されている水産物は何ですか？答えは牡蠣です。第9問、稚魚を放流し自然の中で成長した魚などを獲る漁業を何と言いますか？答えは栽培漁業です。第10問、プランクトンの異常発生により海が赤くなり漁業に被害をもたらす現象を何と言いますか？答えは赤潮です。第11問、オリーブの生産で有名な瀬戸内海にある島を何と言いますか？答えは小豆島です。第12問、昔はため池が多く作られ現在は香川用水によって灌漑がされている平野を何と言いますか？答えはさぬき平野です。第13問、高知平野で行われている温暖な気候を利用した野菜の栽培方法を何と言いますか？答えは促成栽培です。第14問、鉄鋼業と石油化学工業が盛んな岡山県の都市はどこですか？答えは倉敷市です。第15問、広島県の呉市や尾道市などで盛んな工業は何ですか？答えは造船業です。第16問、山口県の宇部市で盛んな工業は何ですか？答えはセメント工業です。第17問、岡山県を代表する伝統工芸品である陶磁器を何と言いますか？答えは備前焼です。第18問、中国山地に沿って走る大阪府と山口県を結ぶ高速道路を何と言いますか？答えは中国自動車道です。第19問、岡山県と香川県を結ぶ橋を何と言いますか？答えは瀬戸大橋です。第20問、広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶルートの愛称を何と言いますか？答えは瀬戸内しまなみ海道です。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後も動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。
またね。